窓ドアも開いている。なんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん。閉ざされてた部屋もお祝いのために綺麗に飾られて、まるで違う場所で不思議な気持ち、この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの。嬉しすぎて私舞い上がりそう。もう一人じゃない、運命の人にも会えるかも。今夜は美しいドレスでおしゃれして、誰よりも魅力的に、突然気がつくの。素敵な若者に恥ずかしいからチョコを食べちゃう。いろいろ話